よし、行こう。ガンガン行こうぜ。俺のバトルマスターを見せてやるぜ。お前のバトルマスターかぶってるぞ。あれでも双剣だっけ。双剣バトルマスター見ないな。俺は双剣バトルマスター。大体みんな爪だよね。爪だな。てかラスボス戦久しぶりだな。久しぶりっていうかね、2戦目。お前負けたからな。初めやってメラで400あったよ。あ、いいね。どんな攻撃してきたのか全然覚えてねえよ。おお、死んだ。マジで。勝手に蘇ってくれ。俺に変わったから。これで終わりだ。よし、無心攻撃によるミラクルソードの回復。よっ。魂が出てるぞ。ザラームの。バギスローズしてる。ひどいよこれ。え、なんなのこれ。敵の攻撃によって390とか食らったんだけど。時間で復活してくれ。メアの君してんのか。バトルマスター。おお、ほら MP が半分になるんだけど。いって、よろしく。僧侶違う違う。あ、死ぬ。あ、お、ありがとう。助かるわ、本当。俺かな今これ。ミラクルソードで対応しながら行こう。いつ攻撃すればいいかわからん。これどんな攻撃だっけ？全然覚えてねえんだけど。おっと。呪われる。あ、これか。呪われるやつだっけ？弾がね、見えてなかった。ああ。早くしよう、自分で。ちょっとね、敵の行動を見るのに精一杯だ俺。やばい、マジかよ。マジかよ、やめろよ。デホマラ助かるな。え、なにこれ。ちょっと死にすぎっすよ。まだ体力1割も与えれてねえからな。なんつうかさ、敵の魔法攻撃なんだろう、避けられないんだけど。だって俺今回避優先でやってるから。せっ、離れてんのがまずいのかな。いや、近づいてても当然回復できん。特殊だけしなければいいかな。違う違う、あの遠距離攻撃ってあるじゃん。突っ込んでくるやつ。ん、違う、超広範囲の魔法とかさ。口になんか溜めてる。回った。巻き込まれてる。よし、そろそろ溜まるな。俺はどうしたらいいのかな。溜まった後は突っ込んで与えた方がいいのかな。ほら。間違えた。最悪や。最悪ではないけどな。使ってしまったよ。しかも即死にやがるし。時間稼ぎすっか。この間にみんな復活できるだろう。できればね、そのね、その最中にね、暴走したかったんだよね。ああ、安全にな。そう。当てれねえ。そういうレベルではないことに。やばいやばい、ミニアも死ぬ。まあ、この後、引き込ませたら。やめろよこいつ、ほんとよ。多分当てれてない。しょうもったいね。自分がさ、ハゲじゃないからさ、適当なとこ飛んでいくの。あ、こいつ MP 吸えねえのか。やべ、これで高速タックル来たら避けられねえんだ。遠すぎて。前の方に前転するしかないんだね、向けて。横に行ったって無駄だろう。そこはちょっと悪い場所が。ほら、こうするか。これになったかな。さっきのギガスラッシュでしょ、もったいなかった。今やっと1割だね、ダメージ。これから、これから。
無心攻撃当たらん。天下無双の方がいいわ。負けたら変えよう。てかあのあれがいらん。それ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 、それにね超避けづらくてさ、長長長、あ弱点出てんじゃん。すげえわ、5倍ぐらいになるわダメージが。やべやべ、俺に来てる。逃げ逃げよ。いいかよ、メラゾーマ使いなのにまだメラゾーマ1回も使ってないぜ俺。おお待ってきゃ、怖い怖い。おお、こんなの巻き込まれたな。悪い悪い。ちょちょちょ、今ね、今来るの分かったから避けたんだよ。そしたら無敵時間の間に敵が通過しきれなくて、なんか体がでかすぎるんだよこいつ。これやばいな。あ、そのところが落ちた。死んだな。これはやり直し。いや、皆さん強いな。死ななかった。さすが89といったところか。即死はきついな。あと6秒で復活できる。ちゃんと攻撃もしてるしな、逃げながら。やばい、俺ら死んでたから来てねえぞ。 MP フックミラクルブースト MP 毎回半分になるの最悪なんだけど、なんでこんなことすんだろうね。おい、かわせたラッキー。これ毎回読まない助かるわ。おお、ブレスだ。これは俺だけダメージ。お、使ってる。 MP ねえんだ俺。しょうがない、やるしかねえ。何をやるんだ。あ、あれか、暴走。暴走は弱点のタイミングじゃないと意味ないもんね。だから、あれ、俺のギガブレイクかなんかのタイミング。暴走じゃねえこれ。お、お、なんかしてる、なんかしてる。ごつごつ跳ねてる。来たろこいつ。よし、ここだ。じゃあ無心攻撃足りないって言われた。 MP MP ない。MP 俺もないって言われた。与えろ与えろ。そもそも俺の早読みの杖がメラゾーマに対応してなかったっていう。メラ見れ、皆さん死んでる。皆さん蘇らせれる。うん、行かない方がいいな。場所的に よろしくないな、うん、もうここ今画面が見たから。おわ、メニアさんいない以上危ないわ。特殊効果消すんじゃねえよ。滑らせるよ近いから。使い切る前に使い切るってか使わずに終わる。全滅は避けたい。その可能性もある。お、たまりそうだ。これはあれだ、なんとかなんとか生き延びたい。おい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 、呪い来てたのかよ。やばいな。お、あ、全然気づかなかった俺も。おっと、ジャンプ返した返した。やる俺。やべやべ。呪いがまだ止まれ。呪いの弾全然分かんなかった。俺も気づかなかった。画面くれんだよ。ほ、よし。とりあえず俺今竹取ってるからひたすら逃げるわ。少しで止まる。止まれ。おーおーおーおお。しょ。弱点来てる。もういいや。近寄れないから。ダメよ。よし。ヒート変わったな。ヒート変わったな。溜まったから使う。オーケー。お、フェイトそっち向いたぜ。ラッキー。待って待って。ひるませてひるませて。まだ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 。おお。拾うよ。マジ？呪いかよ。気づかなかった。せっかく9割まで溜まったのに。どうだ、ギガブレイク使ったな。今だ弱点出まくってんだろ。呪い、何のダメージ、何のダメージだよこれ。捕まってんじゃないの。違うの、変な雷がさ。もうベホマ終わってんのかよ。うっそ、せっかく9割まで溜まってんのにもったいねえ。突っ込んでくる。いや、ブレスだ。なんであの雷、食らってる食らってる。ベホマ、何この雷。
無心攻撃はこいつダメだ。よし、あの雷はやめてくれマジで。ピッピッピッピ言ってくれよ。え、俺生きてるよ。生きてたの生きてるってなんだ。メラ当たってねえぞ。え、いやいや当たってたよ。おっとダラーム強え。ただ普通の姿の方が強くねっていう気がするな。これが魔法使いなの限界なのか。この防御力の低さはたまらんな。これ呪いだよな。ああ、これ無理だって。近かったらかわせねえよ。少しの間逃げに。あ、そうだね。愛するよ。あれ、お前死ななかったよ。死なねえよ。俺を舐めんなよ。疑惑の判定が。こんな見え見えの突進食らわんよ。あとタビ入る。お、2回目ホマラしてくれた。これもやめろ。よし返し。危ねえ。お前がやめろって言わなかったら分かんなかった。あれ気づいてなかった呪い。あれ、な、何をやめた。おおおおおはいひー、その雷を。俺でもこの後杉だらけになるからな。いやいや、後ろから来てるぞ雷。え、避けたの。来た、使うぞ。とっとと使うタイミングで言うから正面に回れる。 MP ある。ああ、いや後ろからでも大丈夫。マジ。じゃあ、 あのちょっと早めにかますようにするわ。ジャンプ、このジャンプでさ。大丈夫か。行くぞ。こがすぞ、こがすぞ、こがすぞ。ちょっと待って、ちょっと待って。こけたの。いいよ。よしよし、俺もちょっとでも無心攻撃をぶちかましてくれ。1回だけ。よし、逃げた。あ、やばい、これ超やばい。ミナさん復活するまで逃げよう。ベホマラ1回はしてくれるよ、さすがにこれ。あかんビームだ。あ、早読みが切れてる。まだ半分だぜ。ダメだ、生き延びるしかない。半分行くと俺たちが捕まるはずなんだよ。あ、来るぞ呪い。じゃなかった、上から来るぞ。気をつけろ、メテオだ。すげえ、ミナさんこの間も攻撃しよう。あ、死んだね。おいおい、てかメテオ投げ。メテオ中もこいつ攻撃してくんだから、通常攻撃なめてんな。何これ。熟練者だ。熟練者だね。あの、おお、もうほんと呪いはやめろって。これ2度目だから、俺には当たりに行ったように見えちゃう。いや、俺攻撃しに行ったんだけど、出てることに気づかねえ。画面くれんだよ。ちょうどね、お前の画面見てたから。これベホマ、あと1個しかない。あと何秒したか。テンション半分になっちゃった。せっかく貯めたのに。無心攻撃当たんね。こいつの無心攻撃は良くない。天下無双の方がいい。ああ、びっくりした。え、ワープしたぞあいつ。まだ生きてんだ。あー、やべえ。これ俺じゃないな。いや、俺に来てる、俺に来てる。この雷の軌道もわからん。ダイヤモンドダストとか視界が悪くなるだけだ、色もねえし。おっと、ついさ着地に合わせて避けようとしちゃうんだよね。着地してちょっとしてからだな、まず。で、着地にも一応当たり判定あるから。ミニアさん、ベホマラしてくれるだろう多分これは。よし、この後突っ込んだ。体力完全。やっぱなんだかんだでミニア、ウェイウェイ。なんか魔法使った瞬間に引かれたわ。よし、無心攻撃は危ない、使えんこいつに。うまい、出てる。昼目、よし、ワンコンだけでも。
でもだいぶ慣れてきたぜ。生き返った。あれ復活。でも回復の手段ないんだろ。こっちヘイト行ったぞ。何？縛りプレイよ。お渡し？お、なんか弱点出してる。えい！じゃあしめてよ、舐めてよ。逃げろ。逃げ惑うしかこと。あれだな。ただの市民だな、これは。一発食らったら死亡だもんな。おお、びっくりした。おお、びっくりした。生きてる今の。なんだ今の。生きてるね。おお、特殊が。よし、ミニアさん、今だベホマラーだ。俺は完全回復だからいらないんだけど。よし、俺じゃねえな。オープン。それ今だ。回避。危ねえ。なるほど。俺何もしてないんだけど。俺も隙見て。うわー、マジかよ。もうすぐゲージ溜まるけど、こっちが復活するまで待った方がいいかな。俺 MP 全開でこれ半分になっちゃうけどね。そうです、とりあえずマックス溜まった。そっちが復活するギリギリ、一発なら多分耐えれるだろう。よっ、これは無理だ。今の避け方いいね。これは無理だ。ダメージが通ってない。やっぱ正面行かなきゃ俺は通らないわ。このキャラは貫通するから。飛ぶなよ、頼むから。確実に決めに行くわ。よし、ナイス。バカがやめろ。絶対ひるむだろ。ひるむけど、あのメテオは止まらないみたい。チェッ、逃げんと。よし、メテオ前に止めんとダメだ。すごいよ俺 HP1 MP9 とかだもん。あ、呪いか。呪いだ、呪い呪い。回避回避。 よし、ふぅ。ミニアさんのベホマラーマン今やっと半分。よっ、ギーチクショ。テンションなんか上げてたからだ。 MP マックスなのにテンション下がった。うミニアさん、世界中の歯は使ってくれないのね。あれ、お前どこに死んでるの。画面端。まあ、頑張って残り13秒。ただベホーマー俺残ってたっけな。え、当たった。当たっちゃいけないものに当たったわ。あー、もうこれやべ、これやべ。ベホーマーしてくれる。一瞬だけ待つ。やめろって。うおー、これねえわ。終わった終わった終わった。一人少ないのもきついな。使いこなせてねえじゃねえか魔法使い。だって初めてだもん。おい、ラスボス戦で無茶すんなよ。